ガチャクエスチョン。ガチャクエ。細田池さんにガチャから出る最後の医者は桜を見上げて君を思うやパーソナルなことへの質問に答えてもらいます。レッツガチャクエ。細田池です。それでは早速こちらのガチャクエやっていきたいと思います。これなかなかねレトロなねガチャガチャですね。これ1回500円ってなかなか取りますね、スタッフさんなかなかお高めなガチャガチャです。こちらに質問が入ってるわけですね。何が出るかしら。お、奇跡が起こったと感じたことはなんすかね。奇跡が起こった、でもやっぱり僕ずっと幼少期から大学までアメリカに住んでたんですね。それで、卒業したタイミングで日本で俳優やってみたいって思って、もう人生一度きりだしチャレンジしてみようと思って本当ノープランで帰ってきまして、それで、事務所に所属、帰ってきて割とすぐに所属しまして、その時の最初のオーディションが、このラケットをね、こう振る球が、ね、音とライトで表現されるこのラケットで打つ、ミュージカルにオーディションがあったわけですけども、それが受かりまして、これはもう本当に奇跡だなって思ったのが、まさにこれですかね。はい。じゃあ次いきますか。いいか。また作品の関してですね、見どころはおすすめシーン。こちらですね、もう今回の作品はやっぱり見どころはもうキャラクター、すべてのキャラクター目線で物語を見れるというか、感情移入どのキャラクターにしていただいても本当にこの話ってすごく泣けるし、そのいろいろ考えさせられる瞬間が本当にあるんですよ。なかなかこの死と向き合うということって日常生活においてそんなにないと思うんですよ。僕は少なからずそうだったんですけども、だから今回小説を読んだ時にもう本当キャラクター目線で本当そのストーリーを、見ていけるので、そこが本当一つの見どころじゃないのかなと思います。はい、行きましょう。はい、また赤だ。何かを選択する際気をつけていることは。これはなんだよ、難しい。でも結構ビビりなんで、そのリスクなんか、そうですね、なるべく安全策を取っちゃいがちかなってめっちゃ思うんですけど、そうですね、安全な方を。細貝さんは石橋を叩いて渡るんですね。石橋を叩いてちゃんと渡ります。もう40も近くなってきたので冒険はもうしなくなってきた。お、黄色が出ました。初の黄色なんでしょうね。髪を初めて染めたのはいつだったかな。でも割と早かった気がするな。中2ぐらい、14歳ぐらいの時に初めて茶色にしましたね。でも思い切った髪色に金髪に、かなり金髪にしたのが16歳の時に、その時も結構ヒップホップな、めちゃめちゃこの服装が好きで、で金髪でサンバイザーとかしてたら、本当に街中で怖がられましたね、若い子たち。それはアメリカにいた頃ですか。アメリカにいたんですけど、その遊びにいつも夏休みとか3ヶ月間とかあるんで、それで毎年日本に帰ってくると、はい、やっぱ憧れましたね。なんかちょっと悪いのに憧れるお年頃じゃないですか、かっこよく見える。そんな時代でしたし、はい。手作りのものをもらったはあげたもの、あげたのは、お姉から手編みのマフラーをもらったのが初めて、手作りもらったあれですかね。13歳中1ぐらいの時に、多分きっとね、彼氏とかにあげようとしてたものをくれたんでしょうけどね。深くはそこら辺は、深くは見てはいけない。
初めての舞台作品はこちら、さっきも言ったんですけどラケットを振るミュージカルが初めての作品でしたね。2008年ですね。本当に右も左も分からず、はい、入ってもう未だに覚えてますね、その初日の。もう14年前になるんですけど、その初日はこのどんちょうがこう板付きでいたんですけど、このどんちょうが上がって冷たい空気がふわって入ってくる感覚っていうのはめちゃくちゃ今でも鮮明に覚えてますね。当時失敗とかしてました？失敗なんかしまくりですよ。いや、ラケットをこのダブルスで試合があったんですけど、その相方がラケットをこう高く上げて僕がキャッチするみたいな、まず何回失敗したか分からなくてそれだけでもキャッチできないみたいな。あとはこのまたそのダブルス その試合中に曲中でこのネットを飛び越えるシーンがあるんですけど、僕ダブルキャストあったんですけど、そのもう一人の役、その役を河合龍之介さんがやってて、僕はダブルキャストでやってて、河合龍之介さんはもうめちゃめちゃここがネットだとしたらこんぐらい飛び上がって飛び越えるんですよ。俺毎回ギリギリでこの足のかかとがここスレスレで感じるぐらい、いつもスレスレで。足が引っかかったことはないんですか？ギリギリです。ヒヤヒヤしてました、いつも飛び越えるとき毎回。あの頃と今とではどういうところが違いますか？いまだに歌もダンスも苦手ですしね。でもなんかやっぱ昔と圧倒的に違うのは、その仕事に向かうそのスタンスはやっぱり変わりましたよね。いろいろ経て自分のペースがつかめましたね、仕事に向き合う。はい、ラストラストですね。はい、はい、ラスト黄色だ。初めて旅行に行ったのは4歳の時に、アメリカのなんかそういうツアーに母親と一緒に行ったのが初めての旅行じゃないですかね。はい、多分その時にきっと母親はアメリカに感化されて移住することになったと思うんですけども、6歳の時に移住したんで、はい、4歳の時に結構アメリカのいろんな大きな都市を回るツアーで。その時のことは覚えてますか？なんとなく覚えてます。はい、その時に一緒にツアーにいた高校1年生のミカちゃんのことが好きでした。名前も覚えてるの？名前覚えてますね。あの膝枕をすごいバスの中でしてくれて、そこで僕はいつも寝てた記憶がめちゃめちゃあります。ミカちゃん見てる？アメリカのいいなと思うところはどこですか？やっぱり自由というか、何か一つ引いててるものがあると認めてくれる、実力主義といったらそうかもしれないんですけど、評価が本当にすぐ覆るので、そういう面ではすごい面白い国だなって。だから学校で勉強がもしできなかったとしても、そのスポーツがうまかったらもうめちゃめちゃぐんとその評価っていったらあれですけど、本当認められる国だなって思いますね、自分の得意なことは。舞台最後の医者は桜を見上げて君を思う、今絶賛稽古中ですけども、素晴らしい舞台に、必ずするので、どうぞどうぞ皆様、ぜひお時間ありましたら劇場まで足を運んでください。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。合ってるよね、最後の医者は桜を見上げて君を思うでね。